みんなはどうでしたか？珍しいですよ、私のあんまり元気が出ない一日っていうのは。でもさ、年に何回かあるんですよね、そういう日。雨降ってました？あら、日本は降りよったかな、雨。忘れちゃった。小さなことでバッと入った。あら、同じ、一緒だね。なんか嫌なこととかじゃないじゃん。普通になんか今日はすごくなんか体がだるかったんだ。そういう日ありますよね。最近はね、季節の変わり目で体調不良にもなりますよ。あ、もう変わったか季節は。はい、パック完了。パックつけました。ちょっと口が開きづらいですけど、次は髪に行きますか。え、ドイツ語読みとかあるんですね。ヴァセリン、ヴァセリンの方がかっこよくない？なんかヴァセリン。本当、体調は皆さん気をつけてください。急に寒くなったけんね、結構体調不良なりがちなんじゃない？キュウリパックじゃない、シカパックで、有名なシカパック。青い箱の、そうね、いやピンク使いよる私は。色付きなんかな、ちょびっとだけピンクのバセリンですね。こんな悲しいこと。そう、シカパックだよ、シカ、CICA シカパック。これは結構有名なんですよね。結構有名なんだけど、私はね、お米パックの方がね、肌に合う気がするんだ。お米パックも有名ですよね。シカいいよね。なんか荒れたりはせんちゃけど、肌合う合わないあるじゃん。荒れたりとかはないんだけど、パック市場で言うと結構お米パック結構良かったなって思う。私乾燥肌やけんね、もうめちゃくちゃ効かない肌荒れ。あー、それで言ったらそこまで荒れてないけんな私。効果が出にくいってのはあるな多分。そんなね、めっちゃ荒れてるわけじゃなくて、なんかちょっとだけちょびっとポツってニキビができたりはするんだけど、だからかな。でもね、毎日パックしよるけんね、綺麗になってるよ最近は。お腹荒れとらんね。怒ってる？怒ってない。こんばんは、たけさん。よし、髪を溶かして水分を取ります。こんばんは、プリントさんもこんばんは、パラ86さんもこんばんは。荒れないでコメントは。いや、切れたことないっしょ私。ちょっと口のあかん。今日はゆるゆる配信ですよ。今日も綺麗ですね、ありがとうございます。顔が、乾燥がすごい。切りさしたら大したもんだよ。切れんよそんな。ベン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 。あ、もういいわ、もういいわ。パック、もうすぐ乾燥しちゃうんですよ顔面が。昨日、それはね、昨日の方がメイクしとっけん綺麗ばい。絶対ゆるゆる配信です。で、もういい。パックはさ、5分でいいな。乾燥しちゃうんですよね顔面が。顔面が乾燥しないうちにパックは取ります。よし、いい感じ。よし、手のひらにもね塗っとこうかな。乾燥する。え、もう寝てください、もう寝てください。
もう寝ないと明日早起き何時なんですか、何時起きですか。寝らんばよ明日早起きは。おみちゃんとはねいつでも話せるからね。お仕事が大事よ。ゴミを捨てました。あら落ち込んでるの、どうしたの。じゃあ化粧水を塗りますね。5時起き、もう寝る時間ないや。早く寝て早く寝て、大変ばい。化粧水は名前わかんない韓国のやつ。寝て寝て寝てください。ごめんね遅くて、本当に配信がもっと早くせんといけんね。明日は早め配信にしよう。あ待って、明日ってさ、え明日何日、え明日準決勝。真っ暗の部屋で布団に入ってますって。それが正解。じゃあ次に、もう出ないな乳液。あ待って、美容液から先に塗った方がいいかな。明日準決勝だよね。え明日13日じゃなかったっけ。あれ今日13日、あ明日か、明日だよね。やば見なきゃ、配信しよっかな。アルゼンチン対クロアチア準々決勝、え準々決勝か、え準決勝じゃない、あ違う、え準決勝じゃない、あ違う、準決勝じゃない準々決勝、準決勝じゃない、勝ったらだって決勝やもんね。超楽しみじゃん。22時からだったっけ。で明後日があれか、あっちか、いやどっちやねん。わら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 かわいい、わらわらって四時開始、22時じゃなかったっけ。あれ何見たん私。そうだよね早く寝らんばね。あめっちゃ嬉しい、えマジでついに大輔さんもサッカーを知ることになったか。え28時なの、22時やと思っ